はい、おはようございます。おはようございます。やりますかね、はい、今日も京都で、はい、わさび園がもうちょいやったねですね。そうか、年またぎか。おっちゃん、おっちゃん、なんかわさびの知り合いってどこで言ってましたっけ。わさびの知り合い、わさび園、わさびがあるのは鹿島、鹿島か。じゃあ、はい、わさび園復活するか。で、児玉さんにちょっとわさびの、はい、植えるやつを調べてみます。調べてもらって、うん、一緒になんかクレソンとかできるのかな。そうね、うん、え、クレソンね、養殖クレソンとか、うん、あれも持っていったらもうすぐバーってなる。広がり広がりクレソン、雑草みたいな、広げようよ。クレソンもじゃあちょっとやってみようよ、後で。じゃあとにかくやりましょう。はい、はいはい。あとちょっと、うん、ほんとあとちょっと、わさび入れるのやっぱ頑張ろうね。邪魔かろうね、うん、あーちょっとあーちょいちょいやりたいでしょ。まだ温まっとらんて、まだ温まっとらん、後で後でね、後で後でやってね。あそこ埋まったけ、残りの砂のやりどころがないけ、ここに敷こうかなと。またここみたいに雑草が入ってこないように砂まこうかなってことで、ここの草むしりと枯れ葉をどう処理しようっていうところで、寒いけんドラム缶で燃やして暖を取ろうかなってい う、 なるほどですね、作戦。穴開けまーす。穴開けますか。ブレス頼んでいい？ブラインダーあったよね。ブラインダーあったと思う。じゃあ俺この木取ろうかな。頑張って。ジロー掘って、チェーンソーかなんかで、あーね、なるべく深いところで切ろうかな。もう多分ガスとは無理だもんね。無理だって、根がね、ここかもほら、どんぐらい根の一つ分からないと思う。これ足まで暖房器具です。暖房温まるために燃やしております。温まるために燃やします。ここも綺麗でさっぱりなくなるわけですね。キャンファイヤー、はい、はい、キャンファイヤーです。はい、よし、よし、よし。そこのところに木の生えとったね。ね、もうこの辺で張り巡っと、うん、ここ入らんもん。ここだって作った時点でもう終わっとったもん。うん、そう思うよ。結構なんかいい感じに外観が良かったけど、こしたらすごい無理やったでやから。でもどうするって草ってずっと言うて、俺が抵抗したんだけど。俺が鼻の奥分、俺の匂いですよ。草じゃあ鼻開けてきます。はい、切れんね。じゃあ本当に金切りようですか。もうここに残ろうか。これコンクリよ。多分コンクリじゃないかな。金属か、金属じゃなさそうやね、うん、多分コンクリと。でも頑張ってやろ。ダイヤモンド買ったと思う、うん、コンクリと。流れてきたところやね。あー、なるほど。だけえらい地面の砂こうなった。なるほど。先生、なんかちょっとした息が埋まってるんですね。はい。前、庭でやったの思い出さん、これ。あの、庭裏の、ね、ハウスの、そうそうそう。なんか諦めやった、あれ。諦めた。燃やそうとかいろいろしよう。そうそうそう。これに切り込み入れて燃やそうでしょ。だけど、何もならないですよ。これマジ、戦争じゃないと無理だね。ナイスー。とりあえず一箇所開いた。ナイスー。もうこれだけにしとこう。これだけだよ、ほらな。笹穴だけ開けば。うん、ちょっと高さを出して、その上に最後、はい、もう溜まってきよっけんね。ですね。こっちから風吹きよんね。シワフバ抜いてからこうしたらいいですよ。誕生日やけんね、胸をくん、うん、そうよ、そうそう。こっち
そう今日陽来と同い年になりました。本当やね、こっから1週間ぐらい1週間同級生です俺さ、先週のさ、はい、やりすぎて腰痛めとっけんさ反面して使わさいやけん今日はマジその分、ヒロテル君が頑張る。そうね、ヒロテル君に頑張ってもらおう。ムネオさんは頑張んないんだね、誕生日やけん。誕生日やけんね誕生日やけん、この分多めに誕生日の人が一番偉だかその次、怪我人が偉だかこのでっかい木もなんかおっちゃんの上切りたかって言ったこれっすか、うん、ああ言った上っていうかもう根元から切ってこいって言った、テラス作った時にあっちの景色が見えるようにしたいってそうなるほどっすね向こうもなんかガンガン向こうもなんか楽しそうなことしとったかな楽しそうなことするならカメラバー呼んでくれんですかだって忙しといたもんね、畑くんね何の仕事ですか見る俺の新技新技ができたんですかそうね、今回分かったろ、うん、お、チェーンソーも来たダメだつきませんもともとなんかどんぐりの木やったらしいで、ここがなんか日陰を作ってたらしいけどなるほどねいやめっちゃ硬いってうーんちょっと洗いますはいちょっとあるんだこうからこのキャブ調整も難しかもね冬場はやっぱりじろやっぱ水含んどるけん柔らかいこれだけでもバラオだからえらい柔らかいこっからどれやったあつきくんこれでこうやったちょっとずつ削っていくなんかえらい黒くない、ね、もう石炭になるよじゃんこれも無理やけんね流木と一緒ってねこれこそこう真ん中に筋入れて燃やしていって絶対燃えんスウェーデン土地水含んどるこう入れてたらあ、筋を、うん、そしたらなんかボロボロってくるあ確かにねさあ、これが崩れるかどうか結構柔らかい柔らかい、うん、ストロベリーオンザショートケーキあら硬い無理でーすカンカンカン無理でーすあ、取れた取れたショートケーキナイスこうやって地道に崩していくしかないなじゃあこの調子で崩していってくださいちょこっと地味はい地道やお願いしますアクセントもう今これ燃える街がはい向こうの葉っぱもほぼなくなってきてるうんでもだいぶ綺麗になったねうんかなり綺麗になったですねこうちゃんさんがしてくれた件かな俺が来たからうんおやろめっちゃあったかいよ、ここ日が上がりましためっちゃあったかいキョウヘイくんやろ、はい、今よし、1段階また少し短くなったあの、ノミとハンマーでやるあの作戦あれどうなったっけあれ諦めたよね全然ダメあ、取ったよあ、そうだよあ、バンチやったまた見てはいはい何点のど飴の何点だってあれだ何点
ヒロテル君が言うには、ヒロテル君が言ったけんね、何点かなって言ったんですけど、何点ノード飴の何点だってそれ。ヒロテル知っとんね。こっちの方が綺麗に入ると、何点ノード飴の何点。何点ヒロテル君が言うにはね、俺は違うと思うけど。ヒロテルさんが何点やね。おい、じゃあおいは何点おおおなんていいよ。なんていいよ。恥ずかしいな。ちょっと顔はこうなった。耳も真っ赤になった。恥ずかしい。いやいや、さっきまですがこうなった。解散するんですね、これが。あ、ビッシュでしょ、俺4月俺がいつからビッシュになったんですか。直木さん解散するんでしょって言ったけど俺がするのかなと思って。何の曲が一番好きですか。あれっすよ、あれ好きじゃないな。あの、いや、題名はあんま知らないですけど、マイランドエスケープ。あー、マイランドエスケープ。あ、いいっすね。いいっすよね。いいっすね。以上です。はい。名前が個性的な人たちでしょ。そう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 、アユニリーさんとかアイナジエンドか、アイナジエンドさん。腰役目アスコ。ヤスコ。はい、あの、腰痛組は、はい、あのこの2人、うん、孫のハーフパイプ作ろうかなって話になって、人数も、うん、あまり気味やしですね。孫のハーフパイプ作る。そういう時にですね。そうそうそう、どこに、うん、その前に材料買ってきますね、はい、俺ら、はい。ある程度先をしたって今日あれですよね、アイススケートですよね。アイススケート行きたいって、この間話をったさ。アイススケート行きたいね。でも今日俺アイススケートの夢見た。スケートなんでそんな夢見る。一回も行ったことないけどアイススケートの夢見た。一回もない。ない。あります。まあ、で終わってからみんなで行っても面白いかもですね。アメリカンドッグ頼みよったもんですよね。アメリカンドッグ食わんと。そうそうそう。やりました。あ、アメリカンドッグありましたね。あったあった。うわー、めっちゃ食べちった。皆さん、マック木村さんって知っと。マガジンは自重で落ちる。自重で落ちる。テンタンテンやろ。テンタンテン。ゲイパワー。よし、うわ無理。何した、これ。なんで今俺にパスしたんすか。好きやろうなと思って。わーおー。俺はもう京平さんが喜んでる。わーおー。ラブさん、パンチ、どこに自分のポケットが出てきた。本当にそれも大事だった。スタンプいいやん。一番喜びにさった。これバンティーやん。バンティーやん。本当にバンティーじゃないですか。一輪車二つ開いたよ。一輪車開いたよ。そしたらこっちも引き続き宗男さんに暖房バーちょっと温めてもらいます。山全体バー温めてください。山崎ご視聴ありがとうございました。山プロジェクトはダンスの源さんの提供で頑張ってます。ぜひサイトも覗いてみてください。さよなら。バイバイ。